はい、じゃあやってきまーす。これパート9ですね。数えたらパート9だった。すごいね。もう、この次のシリーズは、次はもう、次の動画はあれだ。パート10だもん。2桁突入だよ。もうサクッと2桁いっちゃう。大丈夫ですか？おっさんなんか初めの方にあったら。大丈夫。こいつ全然大丈夫ないから。大丈夫。ほっとこほっとこ。ここ入ってみよう。ちょっと気になる。すいません。どうも。チャーリーって男。チャーリー？黒い革ジャンに腕に入れず。さあ、見たことないわ。そんなことより。いや。これでゆっくりゆっくりおばさん。じゃあ。ゆっくりしていこう。ガチャ。スナックリン。だーのさー、高校生が入っていい場所じゃないよな。こういうのはもはや。高三の未成年が入っていい場所じゃない。すいません。何？何？チャーリーって男を探してるんですが。あの老人はスズメ公園だ。チャーリー、黒い革ジャンにサングラスして腕に入れ墨をしてる。さあ、知らねえな。知ってそう。そうですか。いかにも知ってそうだ。まだなんかあるのかい？いえ、ならすまないが帰ってもらえるかな。わかりました。じゃあ失礼します。どういう店なんだこりゃ。客を追い返してるな。客じゃないか。見た感じも客ではないか。冷やかしだな。さっとこうまた放送じゃねえ、動画に入っていったけどさ、実況に撮ってるのに入っていったけど、もうちょっとなんかこの日あったこととかそういうの喋ってってもいいのかもしれない。前回何があったとか、今回何をしますとか、そういうことを語っていっていいのかもしれない。ボブズピッツァいいのかもしれないが、それすら邪魔なのかもしれない。ボブズピザ。まあ、シェンムを本当に楽しもうと思って。マリオ。いらっしゃい。おう、リオですか。いかにもなんか知ってそう。ピザマルガリータ。のぞみ大好きね。このおっさんやっぱ記憶がねえ。作ります。今度もらうよ。おう、残念です。じゃあ、また。チャオ。チャオってイタリアの挨拶だっけ。のぞみ大好きねーとか言ってたな。なぜこのリョウとリョウがに対してそののぞみの名前を出すのか。よく知ってるんですか、この街の中ではこの二人がみたいな関係がよく知れ渡っているんですか。今の人とかちゃんと聞いたらなんか外国人の話とかね、聞けそうな感じするけどな。怪しくね、こいつ。おう、どうも。今、いいですか。今度でいいだろ。わかりました。むしろ今の方がいいんじゃないか。カラオケスナックに入ってみよう。もしかしたら歌えるのかもしれん。鍛えっていうゲームだったら、カラオケに行ったら歌えるよ。歌えるってほどじゃないけど。ダンレボみたいな感じで歌える。俺の話を聞け。すいません。空いてる席にどうぞ。いえ、聞きたいことが。人を探してるんです。チャーリーという男を知りませんか。知らないわね。そうですか。誰かチャーリーという。さあ、思い当たらない。そうですか。はい、ノーヒント。じゃあ、帰ろまた。帰ろ帰ろ。すごい店の作りがチャッチーよな。チャッチー。昔はこんな風なお店が多かったんでしょうか。それともただ単にグラフィックスの限界なんでしょうか。なんかもう、壁一枚隔ててもう店の中みたいな感じだよ。こことかもね。店の中は特にそんな感じ。酔っ払いおじさんがこの街を一周している。あいつ怪しい。誰だ。赤坂さん。赤坂。涼子。どうした。今度店覗きに来いよ。赤坂さんはジーンズ屋さんだったかな。何を探してるんだったっけかな。チャーリーって男を探してるのか。スカジャン屋に行かなくちゃいけないけど、もうスカジャン屋9時だから閉まってるでしょ。
ちゅうことでうろうろしてるということにしようかな。パート9だけの時に何も起こらずって感じだろうな。パート8が割と山だったな。なんとなく山だったな。A さんと郷さん、すいません。ん？チャーリーって人を知ります？知らない。知らない。黒い革ジャンにさ、それも、そうですか。そらそうだわ。いきなりチャーリー、すいません。え？チャーリーって人を知らない。黒い革ジャンに、やっぱり、そうですか。そうですか。なんだ、りょうちゃんか。絶対話しかけるね、この人。まずこのおっさんに話しかける。大丈夫ですか？大丈夫。あれ、このおっさんもやっぱり、本当に大丈夫ですか？大丈夫じゃないおじさんだよ。あれ？このおっさん二人いる？ラナちゃんのとこに。このおっさん二人おる？もしかして。チャーリーって男。チャーリー？もしかしてそいつ。もしかしてそいつ、パイロットって言ってなかった？いや、知らん。そこまでは。そう。だったら、私、西条かヨコさんに聞いてみて。ヨコさん？あけみさん。なんだ、知らないわ。そうですか。そうですか。それ西条に聞いてみるか。西条。おいな。酔っ払うおじさんが邪魔をしてくる。りょう、どうした？実は。聞いたよ、りょう。パート3で派手にやったそうだな。ええ。なに？いいじゃねえ。気にするな。気にした方がいい。チャーリーって男を探しているんだけど。噂はよく聞くよ。どこにいるか分かる。居場所ね。ドブ板のあちこちをうろつい。チャーリーのことで。うちのお店に悪いな。また来ます。何のヒントもくれなかったね。もうやっぱスカジャン直行でいいのかな。しかし時間は11時半までは大丈夫なんだよな。現在7分16、動画開始して7分19、20秒、20秒経過っていう状況ですね。まあ行くとか。この人の名前なんだっけかな、さっき言ったよな。すいません、込み入った話なら。そうします。違う。それじゃ。わかりました。何のヒントもくれねえ。このヒント、9時以降にここに来たら何かあるって言ってたな。船員がいるとかって言ってなかった。9時以降なら船員が。でも船員ぶん殴っちゃったしな。いる？船員いるね。いかにも船員っぽい人がいるね。ちょっといいかな。7よかし、ミーたちは今じゃないね。 Don't talk to us。 Don't talk to us だったら話しませんよみたいなのなかったっけ。Hey boy、 You と話してる暇ない。 Check the other place。 Check the other place。 他のプレイスをちょっといいかな。 Sorry boy、 チェックしろってことだな。みたち忙しい。 Check the other place。 Check the other place。 かっこいいね。Sorry boy。 Sorry boy。 You、 僕は終わったるね。 Go away。 Go away。 どっか行っちまえ。はあ、はあ、確かに外人さん2人いるけど、この外人さんのよ、今もチャーリーだけに、チャーリーに首ったけだな。チャーリーってやつ店に来ますか？特徴は、特徴は革ジャンにサングラス、腕に入れ墨をしてます。そんなチンピラみたいなやつうちには来ねえ。確かに。そうですか。ちょっと高そうな店だもんな。チャーリーってやつこの店に来ますか？そんな半端もの来ないよ。わかりました。一風ここだけ変わってる。ちょっとだけ。それこそさっきなの。西条と明美さんがいた店に比べたらだいぶこっちの方が高級感があるよね。同じ店なんだけどな。同じ場所に立ってる店なんだけど全然違う。外から見たらあんま変わらんけどな。 MJQ は上等なバーだな。確かな、あそこなんか後々ビリヤードができるようになるような気がするんだよね。ミニゲームが。
原崎は？あれいねえ。原崎いねえ。ちょっと公衆電話で原崎んちにかけてみるか。原崎に電話かけてみようか。ノーヒントで街をぶらつくことになっちまった。開いてる店もねえしな。鶴岡っていう人のところに行けって言ったけど、スカジャン屋ももう開いてねえし、こうやって歩き回ってる時になんかもうこんな時間か。帰れアナウンスがされた。とりあえずトムに話しかけよう。トム。はい、ウィア。チャーリーってチャーリー。グラさんに黒い革ジャン。No。そうか。そうか。役に立たねえな。こいつ。なんか言いかけてやめたところ。ピザ屋の入る前ぐらいにちょっと言いかけてバイクが止まっている。ここにはこれでチャーリーに会えるんじゃないかな。ピザ屋に入ったところで言いかけてやめたんだけどさ、このシェンムーの実況をだらーっとこう例えば YouTube で流すとするじゃん。最近じゃあHDMI 端子とかにつないでスマホとかもさ、こいつじゃねチャーリー違うか。グラサンしたなんだガキ聞きたい。うるせえん。そう、このや文句あん。ないです。聞きたい。ふざけ。話。めっさ切れてるやん。帰ろ。目的の人いないよ。その動画をダーッと流せるわけさ。スマホとかをテレビにつないで HDMI とかの端子でつなぐこともできるし、テレビで直接 YouTube とか見ることもできるわけでさ。そういうところにさ、そういう時にさ、なんかもうとりあえず、本当にダーッとさ、2時間とか3時間とか。シェムーの動画を見たくなる時があったとしてさ、その時に俺の声は邪魔だよなと思った。だからもうただのプレイ動画だったらさ、全然流してても邪魔になるけどさ。すいません、悪いんだけど。声いらんよな最近。他の人に聞いただのプレイ動画の方がいいんじゃないかなと思い始めて来ないこともない。思わないこともないというかね。その辺は葛藤だね。純粋にチェムー好きならそっちの方がいいのかもしれないような気もするけど、でもそれを流したいんだったらチェムー買って自分でやった方、それも違うのかな。まあね、悩みの深いね。ただのプレイ動画の方がもしかしたら需要があるんじゃねえかなっていう思いもありつつ、はいね、多少の自己顕示欲も自分の中にあるからね、喋りでもってそのゲーム以上に面白くできるんじゃないかっていう自負があるからね、やってるけども、やっぱ喋り必要なのは本来あれだよね。本当に面白くないゲームをやるときに喋りでなんとかごまかせるっていうところはあるんじゃないかなとは思いますけどね。だからこんなに面白いシェンムーだったらはっきり言って喋りいらないんじゃないかなっていうのが本心だな。言っと11時5分、急げ、帰り道を急げ。イエンさんに怒られてしまう。11時半になったらもう強制的に眠ることになるから、それまでにはもうどうやったってお家に帰っておかなくちゃいけないっていうことなんでしょ。でも1日長いね。夜になったらすることなんもねえけどな。まあこの遅くなっても何もないって分かったら修行とか練習とか積めばいいのかもしれない。しかし俺もちょっともう眠いな今日は。ちょっと眠くなってる。一応イネさんにご報告をしとこう。チャーリーというのことを知らないか。リオさん、なるべく早く帰ってきてください。釘を刺されてる。ここと言われてる。それじゃあイネさん。分かった。分かってない。こういう安請け合いしちゃいかんよな。分かったと言いながら実は全然何も分かってないっていうのは、ね、相手の神経を逆なでしてしまう。福さん、チャーリーってやつ知らない。チャーリーってやつ知らないか。チャーリーですか。いや知らないっすけど。目そらした。何者ですか。黒い服のやつらと関わりがあるらしい。黒い服。そいつもなんだって。
本当ですか？福さん、詳しいことわからないか？わかんないっすね。そうか、チャーリーのことだけど。ええ、噂とか聞いたら教えてくれ。敷地から出てねえだろ、このはずき武漢から。チャーリーのことだけど。ええ、何か了解っす。何のヒントもくれなさそうな。冷蔵庫漁っとこう。なんかあるかもしれん。猫にやれる何かがあるかもしれん。冷蔵庫漁っとこう。間に合え。ない。なんもない。あっと。タイマーが。もう眠るか。時間の進むの早いよ。よし、ちょうど10、ちょうどじゃねえな。まあ、15分52秒、16分15だね。まあ、ちょっと早いけど、ここまでにしましょう。パート9でした。次回パート10はどうしようかな。まあ、うん、多分、何のあれもなく、何の気負いもなく、またダラッと撮ります。シェム、トータルどれくらいかな？何分でできるかね。1分、1個20分という計算でしたとして、20×、今9で、180分3時間をやってるわけだ。20×9、肉18だから。肉18。まあ3時間ねえんだな。3時間やってるわけだな。トータル、パート1で何本ぐらいかかるんだろうね。まあ考えてもしゃあないか。ちゅうことで、パート9でした。次回まだパート10ね。まあ、さっとあげようと思います。さっとあげようとは思います。ということで、じゃあ、次回パート10でお会いしましょう。ほなまた。